人身売買。人身売買とは、過去の奴隷制度の時代は別として、現代では、文字通りの意味ではない。多様な実態と法的位置づけの、広い範囲に用いられている用語である。現代の多くの先進国において、人身売買が語られる際、それは、人身や行動範囲を強く拘束するような契約を、当人の了承を要さずに、他人間で勝手に売買し、それが、 人道的に悪質であるもののことである。悪い典型的な形は、高額の契約金を当人でなく、別の者が受け取り、当人が何年も不自由な場所で拘束され、知らぬ間に別の相手や場所へ契約が移転し、価値観上、または肉体的に苦痛か危険な労働を長期間、強制されて過ごすうちに当人に不利な条件が追加されて抜けられないというような状況である。 管理売春であるというだけではこれに当てはまらない。多くの文明国の場合、法的には直接的に売買されるのは契約や契約相手である権利、契約金や密入国費用という貸した金の権利なのである。これが契約内容による不自由さや無知、その他の環境によって一般社会の法的に保護された状態から外れた環境に置かれることで、 人間自体を売買し拘束できるかのような状態が作られる。このような種類の契約や実態を人身売買という。当人側がこのような不利な苦労と危険をある程度は覚悟して了承し契約をすることを見売りという。このような状態に置かれた人を奴隷と表現することもある。現代の中、先進国で人身売買の奴隷と表現される人の多くはこの 状態のことであり、借金か一定期間の拘束契約がその実質的な拘束力の中心を成している。低中心国では契約より監修の力が強いこともある。文明国では大抵は一般の労働契約との延長線上にある面があり、その実際上の拘束や搾取レベルが一定を超えたところで法的保護によって防止、救済されるべきものでもある。 このレベルは時代によって異なる面がある。現在、多くの国では、労働基準法及び、職業安定法相当の法律によって違法な、労働や契約を強行法規的に禁止しており、違法レベルの条件で結ばれた契約は、法的に無効である。治安の悪い町、未開発地域、正常不安定な地域では、拉致誘拐などの暴力的手段による犯罪としての、 人身売買があることが、時折報道されることがある。麻薬や、人さらい、架空契約から始まる、人身拘束は、初めから確実に犯罪であり、上記の説明とは、種が異なる。つまり、身売りと、人さらいなど、の二つの異なるルートがあり、中間に、詐欺的なものなどもあって、身売りから悪い条件が重なり転売されるなどして、闇のルートに付くこともある。 それらとは別に金銭と引き換えを目的とする養子縁組が生じることがある。これが個々の親子、縁籍関係であれば人権問題があっても人身売買問題としては一般取り扱われにくい。そのようなことを行としたり繰り返したり組織的圧線がある場合において人身売買の問題となる。これもまた保護や人権擁護がどの程度行われているかによって 本質化は逆転する。奴隷制度終焉以後の人身売買は一般に、自ら了承して身売りしたり、借金の返済、親族に必要な金銭の用立てなど、親が子に強要したり、親が子の代わりに契約を行ったり、またすでにその状態の人を売買することもあるが、誘拐などの強制手段や還元によって誘い出して、移送することも、 多数あり、抗議には当人に気づかせないグループ詐欺的な方法を含むことがなど、多様な実態、本質と分野を含む用語である。人身売買の避難アピールでは、それ以上に拡大して用いられたりする。特に国際間の移動が絡むときには、組織の根本的摘発がやりにくい上に、当人側も一種の不法入国という立場性や、 言語の壁などから当人が法的保護を受けにくくなる状況があり、詐欺的な就労を強制しやすく、全くの犯罪としての人身売買は悪質化して、行方不明になる率も高くなる。また子供は保護権の悪用も加わり、これらは悪質さの典型、象徴となる。1990年代以降、特に1996年の児童の商業的、 性的搾取に反対する世界会議以降、国際的な人身売買が国際問題として取り上げられることが多くなっている。人身売買が行われる目的は、強制労働、性的搾取、臓器移植、国際条約に定義された薬物の生産や取引、貧困を理由として、金銭を得るための手段などにある。現代社会においては、概ねどの国においても、人身売買は、 犯罪行為とされている。人身売買は別名、人の密輸、ヒューマントラフィッキング、あるいはトラフィッキングとも言われ、日本国政府はこれを人身取引と表現している。国際的な人身売買者に関わる国は、喪失国、中継国、授乳国の3つに分類される。喪失国には、政情不安、社会不安、内戦、自然災害、 経済状況の変化、差別、周囲や家族からの圧力などの要因、プッシュ要因があり、また受け入国には、性関連のサービス及び児童との性行為、非合法な臓器移植や実験、テロリスト、過酷な条件下の労働などに対する需要、プル要因がある。このため、非合法な人身取引がビジネスとして成立する。略種の対象には、 反抗する力のない貧困層、少数民族、災害の理災者、移民などのマイノリティや子供が選ばれやすい。これらの対象者は出生届や身分を証明する書類もなく、行政などの法を受けづらいため人身売買の対象とされやすい。2005年のスマトラ島沖地震の際には大災害の混乱に紛れ人身売買を目的とした子供の誘拐が多発した。 人身売買を禁止する最初の国際条約は1904年に欧州12カ国で締結された就業を行わしむるための婦女売買取り締まりに関する国際協定である。この協定は女性が売春婦として売られることを防止することを目的にしており、6年後に人身売買に従事する業者への罰則を追加した就業を行わしむるための婦女売買禁止に関する 国際条約欧州13カ国で締結され、それらを包括する、婦人及び児童の売買禁止にぜき、する国際条約、1921年が日本を含む28カ国で締結された。現代では、1949年に発行した、国際連合の人身売買及び、他人の売春からの搾取の禁止に関する条約、人身売買禁止条約、 1956年採択の奴隷制度廃止補足条約、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約、国際組織犯罪防止条約の人身取引に関する議定書、さらにジョグジャカルタ原則第11原則において人身売買の禁止が明記されている。2000年国際組織犯罪防止条約を保管する議定書として国際連合、 国連総会で採択2003年に発行された条約。日本は2005年平成17年6月8日国会で承認した。議定書の締結は条約の締約国であることが条件となっているため条約が定める組織犯罪に対する国内法整備が進まない日本は議定書の締結にも至っていなかったが2017年6月に国内法整備に伴い批准。 契約に至った。日本での人身売買に関する最古の記録は、日本初期六百七十七年、天武天皇五年の売買許可願いである。ゲアの国史から、協作のため百姓の子供の売買の申請が出され、不許可となっている。しかし、この許可願いの存在から、それ以前の売買の存在が推認されている。大法律令、養老律令でも禁止はなされていたが、 密売が行われていた。土肥は、相続財産として扱われ、その売買は禁止されていなかった。人買いの子が多く見られるのは、鎌倉時代、室町時代である。泉州省には、陽道、青年、老人さえ金で売られることが記され、寒銀州には、人買い船は沖をこぐ、とても売られる身じゃほどに、静かに焦げよ洗脳殿という歌がある。妖曲では、隅田川、 桜川などが古城ルリの山椒大部と共に有名である。戦国時代、16世紀後半、九州の諸大名は、ポルトガル商人から重機を購入するため、日本人を奴隷として売却していた。日本人奴隷は、ポルトガル、中国、朝鮮などに輸出され、その人数は5万人ほどとされる。これが、豊臣秀吉によるバテレン追放令や、江戸幕府による、 鎖国体制の原因の一つになったとも言われる。秀吉が天正十八年八月の宇都宮国綱に送った沖手城では百姓を土地に縛り付けると同時に人身売買の一切を禁じている。文読、慶長の役では、秀吉は朝鮮の民衆を威武するため、乱取りなどの拉致行為を禁じる主因状を発布したが、朝鮮半島に従軍した総経年が、 朝鮮日日期に、日本よりもよろずの商人も来たりと中に人飽きないせる、物来たり、奥事により後に突き歩き、男女、老若買い取り手と記したように、人身売買を目的とした商人が渡航していた。これらの奴隷商人は、下級の兵士と通じて、朝鮮人を調達していたため、加藤清正などは、乱暴老関に身分の低いものをこき使うものがあったならば、 その主人の責任として、成敗を加える。と禁令を発している。多門院日記によれば、朝鮮人の女性、子供は略奪品と一緒に、津島、行きを経て、名古屋に送られた。人身売買は長崎などで行われ、イタリアの商人、カルレッティは、朝鮮人は一人当たり銀二十四問目、米一等イコール銀一問目ほどで売られていたと、記録している。しかし、 大阪観光大学観光学研究所客員、研究員の渡辺大門によれば、文禄、慶長の役に出かけた兵たちは、耳や鼻を剃いで持ち帰る残虐行為とともに、人間が利用し、朝鮮の老人、女、子供を拉致し,し奴隷化した。朝鮮半島に従軍した総経年は、朝鮮日日記という日記を残しており、男女、老若買い取り手、なあにて首をくくり集め、 先へ置いたて、歩みそうらわねば、後より杖にて置いたて、内を柱かすありさまは、さながら阿ーラ説の罪人を責めけるも、核やと思いはべる、格のごとくに買い集め、例えば猿をくくりたありくを特くに、牛馬を引かせて荷物持たせなどして、責める体は、見る目いたしくてありつることなりと書いている。渡辺大門によれば、ランドリは、多くの大名が黙認し、 幅広く行われたのであり、多門院日記は、彼らが奈良に運ばれたことを書き、本山部全首、安政不死線工覚書は船で生け取った男女を、を徳川家の居城である名古屋城に送ったという。さらに、大門は最初、乱取りを禁止していた、秀吉も方向転換し、捕らえた朝鮮人を信条するように命令を発していると主張している。明治初期の、 継承議会法令が有名無実なものとなると、人身売買に対する法的規制が後退し、他人を売るより子孫を売る方が、罪が軽く、和売りとされていた。明治から昭和にかけての人身売買について、牧秀正は、農村の慢性的貧困は変わらず、不権の強さがあり、人身売買を発生させる温床としての、構造上の理由を説明している。人身売買は、 現代においても暴力団が関与して発生したケースもあり、2007年には風俗店の女性従業員が遅刻や無断欠勤を理由に暴力団員の同風俗店経営者に罰金と称して架空の借金110万円を通告され返済を迫られ、女性は拒否して逃走するも同暴力団員に捕らえ、別の風俗店に売り渡される事件が発生。 栃木県警が暴力団員と風俗店を人身売買罪を初適用して逮捕・検挙したとが報じられている。2004年、日本は人身取引対策に関する関係省庁連絡会議を経て人身取引対策行動計画を発表した。2005年6月には刑法を改正して人身売買罪を新設し人身売買が誘拐と並んで扱われるようになった。 出入国管理及び難民認定法も改正され、人身取引などの被害者は退去強制の対象外となり、また上陸特別許可や在留特別許可を与えて保護するどの対応に切り替えられた。アメリカ国務省の人身売買報告書2018年版で日本は初めて、ティア1人身取引撲滅のための最低基準を十分に満たしているに昇格した。 2011年版では日本はティアーに人身売買撲滅のための最低基準を十分に満たしていないが満たすべく著しく努力している国として挙げられており2014年版でも日本は目的国、供給国、通貨国であることが指摘されていた2014年の報告書においてアメリカ国防省は日本企業の実施する外国人研修 技能実習制度が賃金不払い、長時間労働、パスポートを取り上げるなどの不正行為によって移動の制限を行うなどにより、中国、東南アジア出身者の人権を蹂躙したり、暴力団組織が政府属産業で外国人女性を強制労働させているという実態を紹介し、日本政府による対応の不備を指摘した。 ティアーニの分類は2011から2017年の7年連続となった。2015年版では日本について女子高生による援助交際などを問題視し、JK ビジネスが売春を容易にしていると指摘したほか、外国人技能実習制度で入国した研修生の一部が強制労働の状況に置かれいることを挙げて改善を求め、 強制労働や売春に関わる人身売買の送り先であり発信地でもあるとされていた。日本は主要7カ国で最も遅く最高位4段階評価、口述に昇格した国である。警察庁が2001年から行っている瞳取引被害者統計によれば外国人被害者の国籍はタイ、フィリピン、インドネシア、コロンビア、台湾などが多く、 勧誘時に説明を受けた職種と実際に従事する、職種が異なるなど規模を手段とするものが多いとされる。従来これらの問題に際しては、刑法上の営利誘拐や、外国人の不法就労、強制労働を禁じた、法、売春防止法などで、各々の,の,のケースに個別対応して、明確な奴隷及び人身売買として、深刻に対処されていなかったという背景と、 これら人身売買被害者の外国人労働者では、このような被害の発覚の時点で不法就労により、本国に強制送還され、人身売買加害者側の裁判では、被害者を欠いた形で裁が行われることも問題視されていた。アメリカ国務省は依然として、日本には未解決の問題が存在していることを指摘している。日本政府は、2020年、 東京オリンピックパラリンピックに向けて人身取引対策行動計画2014を策定し人身取引対策に取り組んでいる。現行では元及び附属した高来、南宋の兵により、津島や壱、北部九州沿岸に幅広く侵攻、日本住民を大量に虐殺し、また、捕虜、奴隷として大量に連れ帰った。日連中が三代後、もう古来編では、 二刀百小刀。男ある殺ある保。女衆一書トールテイフセン不一人子者。無一人。不外。生きつしまの二刀の男は、あるいは殺しあるいは捕らえ。女を一箇所に集め、手を通して、船に祝えつける。鳥虎者は、数ととして害されざるものなし。一の谷入道五所では、百小刀は、男をはあるいは殺し、あるいは生取りにし、 女をばあるいは取り集めて、手を通して、船に結びつけ、あるいは生ドリにす。数とも助かるものなしとある。文明の役でこれら日本民は、同姫として、元朝の王公貴族やや将兵の間で化し、贈答、または献上された。高麗王、中列王と、非、クトゥルクケルミシュには、日本人の子供男女200人が献上された。 李氏朝鮮では強固な身分社会が築かれており、白鳥や土肥なる非差別階級が存在した。土肥の人々は主人や政府の所有物とされ、金銭で売買されており、この身分から抜け出すのはかなりの困難を伴った。1894年の交互改革によって廃止された。日本統治下の朝鮮において、朝鮮人売春圧線業者による少女の誘拐。 人身売買事件、朝鮮南部連続少女誘拐事件が多発した。犯人は女性業者の場合もあった。また、日本軍安婦として人身売買が多発し、業者のみならず、日本政府も関与していたとする主張があり、現在も日韓で歴史認識論争、外交問題にもなっている。また、韓国軍安婦にさせられたと主張する女性たちは、 韓国政府への責任を訴えている。性暴行と殴打、監禁、強制打体、性病強制検診、性売買業者主人と警察公務員の誘着不正など数え上げることも難しい国家犯罪があったとし、韓国は国連人身売買禁止協約、韓国は1962年に発行を行っているが、それは紙屑くず同然だったとの証言が報道されている。 2014年には、韓国塩田奴隷労働事件が発生し、知的障害者が人身売買され無償労働を強制されていたことが発覚した。脱北者である北朝鮮人のうち脱北女性は人身売買の対象となっており、20から24歳の女性は7000元、25から30歳の女性は5000元、30歳以上は3000元で中国。 などに売られている。中華人民共和国では、毎年、数万人もの児童が誘拐され、売買されている。大半が男児とされる。背景には、一人っ子政策により、子供を多く持ちたくても持てないため、児童を買いたいという需要があるほか、児童を買う家族に罰則が存在しないことが挙げられる。多くは、内陸の貧しい家庭から誘拐され、 東部沿岸部の裕福な家庭に売られるという、家族が警察に訴えても、警察は捜査を拒むこともある。中国政府も対策には乗り出していない。自動売買に医師などが関与する例もある。また、一人っ子政策の規定を超える子供を持ってしまい、罰金を支払えない親が子供を売りに出す例もある。これらは、養子縁組という形で売買されている。 インターネットでの取引も活発である。中国政府は、児童誘拐年1万人、専門家が7万人としている。誘拐による被害のほかに、実の親による児童の売買犯罪も多く、2014年度の中国国内における裁判所判例では、人身売買犯罪の約4割が、経済的困窮を自由とする実の親による児童売買であった。また、 中国国内で児童の人身売買先となる地域は山東省、河南省、福建省の順で2014年の統計では人身売買先の約2割が山東省となっている。中国では東南アジアから売られてくる愛国人の数も増えているとされる。アメリカ合衆国では特に南部のプランテーションで黒人奴隷が酷使されていた。西アフリカからアメリカには 一千万人もの奴隷が売られていった。アメリカでは黒人を家族ごと購入する例があった。人道的な理由からではなく、こうすればその家族の子供が時代の奴隷となり、わざわざ奴隷商人から奴隷を買わなくても奴隷の数を維持できるというのが主な理由であった。一部の州では奴隷制度廃止運動が盛んとなったが、アメリカ全土で奴隷制度が廃止されたのは、 1840年、エイブラハム・リンカーンにより奴隷解放宣言、そして南北戦争による北軍が勝利した後のこととなる。黒人以外にもクーリーと呼ばれた中国人など世界各地の有色人種が労働力としてアメリカに売られていった。日本でも石垣市にある東人坊に眠る新人の悲劇などが伝わっている。しかし、奴隷制が廃止されても、 有色人種に対する過劣な差別は根強く残り、現在でも根絶されていない。また、現在でも、中南米などから女性を売買し、搾取する人身売買組織が存在する。アメリカ合衆国国務省は、お毎年発表している。ティア2は、チリストと最低ランクのティア3は、監視対象国である。アメリカの貿易促進権限法で、 ティアー3の国との通商協定を結べないことになってり、例えばティアー3の国は TPP に加盟できない。2018年国務省報告書によるランキングは以下の通り、ここでは作品中である程度一貫して人身売買の問題に焦点が当てられている作品、及び人身売買という行為が作中の重要な主題となっている作品を扱う。 登場人物に人身売買と関わりがある者がいる程度の作品は扱わない。人身売買の素因日本の伝統との関連事件、人身売買関連の組織法、条約、罪。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。